はい、皆さんこんにちは、田野治です。私は今ね、バンコクの某所、いるんですけれども、ちょっとですね、今とある、学校の方にね、向かって歩いています。実はね、今日ね、入学試験の日なんですね。プレテストということで、1回だけじゃないんですけどね、この辺の仕組みはね、また追っていろいろ動画を上げたいと思うんですけど、とりあえず今日は1回目の、ね、試験ということで、それでね、ちょっとね、変わったところといえば、生徒さんで受験生はですね、学校内に、引き用以外の持ち込み一切禁止なんですね。お弁当も禁止です。ですんで、1回ね、お昼の時間にその、弁当を届けるか自分で外に食べ行くかというパターンなんですが、今私はね、中学受験の方なんで、小学生なんですよね、要は、対象が。そうすると、親御さんが、迎えに行くしかないのかなというふうに、思いますので、実際に私もね、ちょっと、弁当をね、ちょっと持ってきてあげてるんですけども、またその辺ね、ちょっと撮影できれば、その風景とか回してみたいと思います。はい、今ね、学校 の、 敷地に入りまして、ちょっとね、出てくるのね、待っているんですけれども、こんなところになります。はい、ですね、ちょうどね、試験日 の、 お昼休みの時間になりました。こっちはですね、ちょっとその日本と違って家族でこうやってね、食事するですよ。引き用以外一切持ち込み禁止なため、お昼もね、持っていけないんですよね。もしかしたらその簡単にね、お昼ぐらいはね、準備してくる子もいるかもしれないんですけど、基本的にはね、こんな風に家族で、食事するんですよね。だから日本のね、中学受験で僕してないからわかんないんですけど、結構多分一人で食べる子が多いんじゃないんですかね、それぞれ。だからちょっとね、それはそれで寂しい面がありますけども、こっちでは家族総出で、やると言いますか、なんていうんですかね、家族総出で出迎えるっていう感じですね。たまにちょっとね、両親とも来れなくって、仕事でしょうね。で、一人で食べてることがいますけどね、基本的にはこんな感じです。これがね、受験会場なんですよ。こんな感じで、受験会場なんですね。とてもちょっとそんな風に見えないんですけど、こんな風になってます。はい、またこの学校っていうか、タイの学校どこもそうなんですけど、ちゃんと食堂があるんですよね。こんな感じ、こういうところでもね、いいんですけどね。こんな感じでね、きちんと食堂が揃ってます。ここで食べてもいいですし、さっきみたいに外で食べてもいいんですけどね。ただこれが要は入学試験の真っ只中っていうところがね、ちょっと日本とはね、違うところで面白いんですけども、結構ね、立派に綺麗にしてて、いろんなものがね、売ってますね。普通の市場、タラートみたいな感じですね。はい、こちらにもね、こちら売店あるんですね。
売店も揃っててなかなか広い学校です。あとちょっと今ね思い出したんですけど、日本今知らないですけど、私の時ね学校帰りにそのいわゆる買い食いみたいなことで途中お店寄って買うっていうのは日本の場合全く許されてないんだったんですけどね、今は知りませんよ、許されなかったんですけど、こっちはまあ買い食い大歓迎みたいなところがありますね。そういうところが下手すと業者とくっついてね、売れた分キックバックもらってんじゃないかみたいなのもねいるんじゃないですかね。学校はほらこんだけ生徒いますから、お店出せば儲かるんですよ一発で。だからまあいろいろね先生に便宜図ってお店出させてもらって儲けてね、一部バックすると言ったケースもね、ありえるんじゃないかなとは、思います。はい、ね、中庭の方に来て校舎の方来ましたけど、ちょっとやっぱ校舎古いですね。まあ歴史ある学校なんで古いんですけどね。ただまあエアコンはきちっとついてるようですね。エアコンありますね。まあね、もうちょっとね一回りしてみます。ね、なんかなんかの説明会とかだったらね分かるんですけどね。試験中ですね。試験のお昼休み中ということで、この光景をね、見るだけでもなんかちょっとタイと日本っていうとやっぱなんか違うなっていうのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけど。こういうところはね確かに、まあ、タイのいいところっちゃいいところですよね。まあそのお子さんによってはね、その学校違ってても、お友達がいたりして偶然会って、食事しちゃったりとかね、勝手にしちゃってる子とかもいますけどね。なんというか、まとまりがある感じはしますね。はい、そうしましたらね、一旦この辺でね、動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。